Hey guys, Monster Jam TV! ハゲさらし。はい、ということでやっていきましょう。今回はでございますけども、最新ジャンボから気づいた点をハゲさらし。はい、やっていきたいなと思います。そんな感じで、今回のジャンボ、やばいね、本当に。ハゲさらし。いや、本当にね、俺の頭もやべえんだけど、めちゃくちゃやばいね。もうびっくりした。ロビンちゃん回、そして考察当たり回ということで、点上げでございます。はい。だからね、ロビンちゃんがね、ロビンちゃんってめっちゃ変な発音になってますけどね、ちょいちょい外人出してくスタイルです。はははは。ということでね、ロビンちゃんがね、あれ、なんなの？ね、なんか悪魔になっていったわけじゃないですか。で、これ回収としては、だから、悪魔の子。ねえ、まあ、デモーニョっていう、ポルトガル語でね、いう言葉でね、普段はね、あまりこのデモーニョっていう言葉はね、使わないですね。うちはキリスト教なんでね、もうデモーニョっていうのは本当にね、よろしくない言葉というか、もう悪魔はもうキリスト教にとってはもうね、ファッキッカッ、この指がこうなるようなね、感じなんで、あんまりもう口にもしないような感じでございますけどもね、発音的にはデモーニョっていうね、感じでございます。でも、ロビンちゃんには、って、なるわけでございますね。はい。だから、まあ、その手配書の流れが回収されていったということで、他のメンバーもどんどんそういう風に回収されていくのかな、みたいな。例えば、チョッパーに関しても、まあ、そういったような、まあ、悪口系というかね、その呼び名を逆手に取ったね、まあ、スタイルになっていると。だから、チョッパーに関してはね、生意気なモンスターだって最終的には、まあ、克服してね、まあ、言っていると。もともとはバケモンだっていう風にね、言われて、すげえ悲しい思いをしていたのに、自分では生意気なモンスターだって言って戦っていく。まさにモンスター。そして、俺はまさにモンスタージョン TV! うわということでね。はい、すげえ悪そうな感じでしょ。もう、悪そうだよね。ということでね、そうなんですよ。モンスタージョン TV なんですよ。はい、ということでね、その流れで、だから、ロビンちゃんが回収されていったということで、なんかすげえかっこいいなと。だから、あれ何っていうね、悪魔の実の覚醒なの、それとも、みたいなね。皆さん思うところ、ちょっとコメント欄に書いてもらえたらなと思います。これはまた、動画で出しますんで、お楽しみにということでね。んで、飛び六歩全員倒しましたね。もう見事に倒していったということでね。まあ、ここからは展開早いんじゃないのかと思うわけでございますけどもね。まだまだありますよ。はははは。飛び六歩全員倒した。あとは、マムとカイドウをやっつけて終わりだってね。みんなで宴だって思うわけじゃないですか。はい、そんな甘くないよ。まだまだいるよということで、ちょっとざっくり言うとね、大看板います。はい、大看板、ジャック、クイーン、キングいます。はい、フクロクジュいます。オロチいます。ペロニーいます。アプーいます。っていうところで、はい、まだまだいます。そこら辺ね、あるんで、まあでも、今の流れ的には、その、1個のあれに対して1話かマックス2話で、まあ終わってんだよね。その飛び六方が。で、まあそろそろ多分集英社サイドの方でも、ちょっと長いんじゃねえかって思ってる節をね、ちょっと感じるんだよね。早いからさ、展開が。早い分、まあ俺らとしては、なんか毎話すげえことが起きるっていうことで、まあ、それはそれなんだけども、俺としてはなんか、もっとね、まあ全然描いてもらっていいなと思ってんだけど、まあだから逆にそこら辺がなんかアニメの方でもっと深く描かれたらいいなと思うけどね。で、本誌の方は早めてる感あるんだけど、アニメの方に関しては若干下ってる感あるんだよね。一週前ぐらいまでは俺絶賛だったのよ。もう映画クオリティすげえみたいな感じで絶賛だったんだけど、いや、一週前も若干ギリかな。なんかその間延ばしをしてるなっていうのが結構感じられて、要はその、結構追いつきそうなのよ。追いつきそうだから、全然進んでないんだよね。だからちょっとね、今回のは、なんかキッドの顔何回映すのっていうさ、めちゃくちゃ映すのよ。お、またかみたいなさ。なんかね、思い出したなんか、ウォーターセブンでね、ロケットマンにみんな、四方の塔からこう飛ぶときにさ、4ヶ月は言い過ぎだ。1ヶ月かかったら4週間。4週間、みんなの回想やっていったからね、おい、回想ウルジもびっくりみたいなさ、マジかみたいな。で、4週間回想プラス麦わら劇場ね。自分で麦わら劇場見るのはいいのよ。自分で見たいから見るっていうのは。早く本編見てえのにさ、回想入るわ、劇場入るわで、お前この野郎ってなるじゃん。早く橋から飛んでロケットマン乗れやみたいなさ。まあ、そんな感じになって、一時期俺本当にね、ウォーターセブン付近はね、実は離れたんですよ。あまり進まねえからさ。で、出戻りして、改めて全部見たっていう流れなんだけど、そう、それを連想するようなね、ちょっとね、なんか、ゆっくり感が。
あるね、若干不安になりますね。ここから、なんか海藻祭りになるんじゃないか、みたいなね。はい。まあ、海藻は、だから大事なんだけど、新規の人のためにもね、あまりにもやっていくと、ちょっと、おーっと、みたいな、ナルトみたいなことになりかねないからさ、あれも OVA 祭りで、どこが本編かわかんねえじゃん。っていうところではね、ちょっと、怖えなって、思いつつも、でも、追いついちゃいけないからね。はい。で、逆に、だから本誌はめちゃくちゃ巻いてるからさ、盛りダッシュしてるからさ、そこの矛盾なのよ。こっちはゆっくりゆっくりゆっくりでも、こっちはブラーブラーって言ってる分、こっちはちょっとゆっくり行こうかな、みたいな。そんな感じもね、感じられたりとか。まあ、っていうところで、だからここからは一個のボスに対して2話分使っていくと考えれば、まあまあね、サクサク進んでいくのかなっていうふうにね、思うわけでございます。んで、まあ今回、そのロビンちゃんがね、打撃技をかましていったということで、これ実はですね、まあ革命軍のもとで格闘術をね、学ぶっていうことはね、結構前にこれ描かれていたんですね。はい、9年前にすでに描かれていたというのが、こちらでございます。はい、ブルーディープ、ディープブルーって言いたいんですけどね、それサメの映画ですね。はい、私サメ大嫌いです。ということでね、だからここにね、そのドラゴンの元で直接的な打撃攻撃もできるようになったっていう風に書かれていると。ね、これちょうどだからその新世界に入っていくタイミングかな。だから結構経ったってんだよね。うん、新世界に入っていくタイミングでそういう風に書かれている127ページですね。127ページを見てもらえれば、127ページを見てもらえればそれが書いてありますということで、そんな時から今のこのね、打撃攻撃がね、書かれていたということで、まあすごい面白いなと。しかも革命軍っていう風にはっきり書いてるんでね、まあもちろん飛ばされた先が革命軍なんで当たり前なんだけど、そんな時から出ていたということでね、すごい面白いなと思います。で、今回ももくんが大人になったということでね、大人になってないんだよね。なるんだよね。大人の階段登る、君はまだ因果ざらし、みたいな、そんな感じですね。はい。だからね、ね、そうなんですよ。これまた結構前からね、伏線は出ておりまして、ゾウでね、桃の石は言ってるんですね。拙者だって早くウルジュになって、強くなって、父上と母上の仇を因果ざらしたいっていう風に言ってるんですよ。ね。だからそういったところでは、まあ結構前から出ていると。んで、俺に関しては、だから熟々の実が出たタイミングで、はい、桃の石君大きくなるっていうことを言って、その週に言って、おおあたりでも昇竜拳みたいな感じですね。昇る竜。わーお、かかってるよ。はい、ということでね、そんな感じで考察当たって、もうすげえ上機嫌です。はい。そんなこんなで、まあだからそこからは、おでん様のね、やっぱ姿に似るっていうことで、みんな、桃之助様を見て感動するみたいなね、まあそんな、シーンが来るんじゃないのかなというふうに思っております。ただ問題としてはね、大人になったら、まあ、戻れないということで、桃之助くんの大好きな、ナミさん、ロビンちゃんのね、一緒にお風呂に入るということができなくなるということでね、代わりに僕を呼んでいただければね、全然入りますけどっていう。まあそれはそうですよ。子供の特権ですよ。ね。子供の特権としてはもうこれはどうしようもないと。昔ね、多分ね、5歳、4歳、まあ、それぐらいの時にね、誰だったかな、なんかね、もうすげえね、姉ちゃんと一緒にね、お風呂に入ったっていうのがあって、もう何も見れなかったもんね。もうずっと下向いてましたもんね。まあ子供だから多分ね、海帰りかなんかでこう入れてくれたんですけどもね、もう何も見れなくて、こんな感じです。何も見れないみたいな。今だったら多分、まあ、こんな感じ。大丈夫みたいな。はい、大丈夫ですね。エロガキ。はい、ということでね。はい、もうそれは叶いません。はい、桃之助くんお疲れした。ということでね。まあ、そこが一つと。で、やっぱね、こういったような、大人になる伏線っていうところでね、いろいろと大事な部分がありまして、昔、おでん城でね、言わされた夢、ここまで幼いとは、あれがおでんの息子とは、っていう風にね、カイドウを言っていたわけでございますけども、大人になって覚悟を決めた桃之助くんをね、見れば、その時のセリフは撤回するであろうねと。で、奴の場合ね、クソ野郎なんだけど、変なところでね、その筋を通すというか男を見せるんですよ。まあ、だから、桃之助くんに対して、あの言葉は撤回するっていうことをね、撤回って言って。はい、死にます言うて、でっかい言うてね、そんなことがあるのかもしれない。熊取りみたいな感じですね。はい、ということでね、そこら辺が来るのではないのか。そしてね、まあ、赤線を助けた人物っていうところでね、人影があったじゃないですか。あれやっぱ、ひより様なのではないのかということで、大きくなった桃之助くんとね、まあ、ここから再会してほしいなと。で、そうすれば、ブラックマリアの言っていたね、ついに出会うのよ、月明かりの下で、その紅葉っていうね、こんな展開
テンションで言ってないですけども、まあここら辺が回収されていくっちゅう流れになれば、まあ結構いいなみたいなね、ふうに思いますけどもね。まあまあそんな感じでいろいろと気づいた点まとめていきましたけどもね。で、みんな気になる実際ここらの戦いどうなるのっていうことでね、改めてちょっとまとめていきたいなと思いますんで、それはまた次の動画あたりでね、お話できたらなと思います。改めて考察ダブルあたりということでね、テンションガチ上げでございます。はい、そんな感じで今回この辺で終了していきたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。OK ですか、じゃんけんダメいきましょう。最初はグー、インドザーラ、シットルパーでした。また次回お会いしましょう。See you next time!